ね、どうもこんにちは、トイズキングのふるみです。どうもどうも、はい、今日ご紹介する商品こちら、はい、バンプレスト、バンダイですね、の一番くじから出た一番くじワンピース新時代幕開け編の衣装のカレー皿ですね。しかも全2種ちゃんと揃ってるっていうね、おワンダホーな商品です。この一番くじ2011年の6月に出てるんですよね。はあ、古いやつ。これはこれで食べカレーだとか食べたらめちゃくちゃうまそうやな。カツカレー食べたい。ちょっと箱見てみましょうかね。一つずつやんなきゃいけないな、これは。はい、では最初にこっちのね、あの海軍海軍、これ面白いのが元祖海軍って書いてあるから、元祖海軍カレー皿ってなんじゃそりゃだよ。でこのデザインが入ってますって書いてあります。これ横は正義で元祖カレー皿元祖海軍カレー皿なんだそれ。でまあこっちの横も正義で、まあこういう風ですね。でもう一つはね、もう一つはこういう風、なんかあの木の箱に入ってる感じでね、ね、このなんだっけ、ゴーイングメリーゴー改造したやつか。これのマークでこれが入ってるっていうね。でストローハットパイレッツ、まあ麦わら海賊団ですね。よいしょ、後ろこんなのよ。でこっちもよっ、麦わら海賊団で元元祖海軍カレー皿。ちゃんとこれね、このゾロだとかのマークがちゃんと入ってるっていうのがいいですね。じゃあこれ開けましょうかね。開けました。うわ、これわかんないかな、わかんないから、うん、あれだけど、まあまあ深いね、これ。まあまあ深い。わ、これはいいじゃん。何、わ、これでカレー食べたい。あ、でもちょっと少ないかもしれないけどな。これ横幅が 25.5 センチですね。で、まあまあ深いっちゃ深いんだけどね、これね。1、2、3、まあ4センチぐらいの深さかな。これ正義海軍本部最高戦力、いいね。でまあ船がぶわーっついてます。こんなん一つ、いいね。でこっちが、イエーイ、あ、これはこれはカレーがうまくなるお皿だ。これも大きさ同じ、深さも同じで、周りこれね、ちゃんとパイレーツマークがねついてるの、いいね。これの周りやね、よいしょ、これしかないんだよね。主演者フジテレビとか、ああ、でもこれお子様だとか嬉しいよね。シチュー、うちシチューよく食べるからな。なんかいい。これになんだっけ、ホットドッグだとか、ホットドッグ、作ったホットドッグをこれにボンって入れて食べるとか、うわ、いいな。
やばい。やばいよ。ね、こんな感じは、本当にいいよね、日本って。こういうアニメだとかのね、こういう食器だとかが一番くじで当たったりするし、外国もちょっと見習わなきゃね。マーベルのや、なんか、フォークとナイフだとかね。そういうの出してくれれば嬉しいわ。それでは、これで終わり。というわけです。それではまた。じゃあ。